本当に俺が運ぶでいいんですか？やっぱり車椅子を取ってきた方が。まあ、今更そう言うんですか？何でもするって言いましたよね。いえ、失礼しました。あのお花、もうつぼみをつけています。もうこんな季節なんですね。ええ、そうですね。次にあの花が咲く頃までには魔族をことごとく魔界に追い返せればいいのに。隊長さん、隊長さん。はい、何でしょう。もう聞いてくださらなかったのですか。いや、すみません。本当にその怒っていらっしゃるのでしょうか。え？隊長さんはお優しいからつい甘えてしまいましたけれど、やはり厚かましかったようで。どうしたんですか。私がこんな風なばかりにこうやって隊長さんを困らせてしまって。待ってください。どうやら何かお互い誤解があるみたいで。今度こそちゃんと話を聞きます。だから思っていること話してくれませんか。私の育った家は今の価値観から言えば古めかしく極端な方針なのでしょう。私自身はそのことに不満はありません。いえ、むしろその考えに誇りがあり継承していきたいとすら思っています。でも同時にそれが周囲からも浮いて、あまり人と仲良くできなかったり、今回のように足を引っ張ることも。だから私、特務中隊を抜けます。そのことを隊長さんには伝えようと思って、それで運んでもらえるようお願いを。鈴鹿さん、俺も正直に言います。あなたがそんな風に思っているなんて全然気づけなかった。俺は隊長失格です。いえ、そういう風に言わせたいわけじゃ。それも同じです。俺も鈴鹿さんにそんな風に言わせたくない。だから足が治ったらもう一度最初からやってみましょう。今度はちゃんとお互いの得て増えてや考えを話し合いながら。どうですか。いいんですか。さっき言ったように私は。そのくらいできなきゃ海戦山戦の強者たちのリーダーは務まりませんから。俺のためでもあるんです。お願いできますか。いえ、お願いし合えますか。こちらこそお願いします。